オタハの秘密基地。変形合体といなら俺に任せろ。動画を終る皆さん、こんにちは、オータハです。今日紹介するおもちゃは、これだバンダイデジモンアドベンチャーダイキャストエボリューション超進化ゼロワンウォーグレーモンだ当時デジモンを見ていたちびっこの直撃世代の君。それから変形合体トいが好きな人。もちろんデジモンが好きな人。 どうぞ最後まで見てください。それでは早速、レビュー行きましょう。その昔、放映当時に超進化シリーズというアイテムがあって、今回の商品は、そのナンバー06、ウォーグレーモンのリメイクアイテムなんです。アグモンがワープ進化することによって、ウォーグレーモンになります。これを変形で再現しています。パッケージの横。反対側。そして、パッケージの背面。 この言葉がグッときますね。かつての選ばれし子供たちに送る。こんなに可愛いアグモンがワープ進化してウォーグレーモンになります。これの進化、すごい楽しみですね。で、これはすでにワンっていう風になっているんですが、メタルガルルモンや他のキャラクターも計画されているみたいです。早速パッケージを開けましょう。ごめん、もう中には入ってないんだけど。 ブリスターにウォーグレイモンの状態で入っていました。さあ、お待たせ。それでは早速、アグモンの状態で、まずはじっくり見ていこう。第一位、ただいま。このアグモン状態のプロポーション、かなり良いです。横。後ろ。背面からはチラッと見えるんですけども、このオレンジの部分、ウォーグレイモンの時と、 アグモンの時でカラーリングが微妙に違ってるんですよね。今回はその辺も再現されています。頭部のアップ。もう本当にあの当時のテレビから飛び出してきたかのような造形です。この目の部分も塗装が大変細かいです。あとはこの全体のプラスチックですね。光沢とも艶消しとも違う脂肪加工が施されていて、こう触り心地がすごくいいんですよね。それから本体の一部にダイキャストが使用されていて、 手に取るとずしっと重たいです。で、この重量バランスがすごくいい。安定してしっかりと立ちます。アクション腕や足を動かすとこんな感じになります。まあ、頭部は動かないですね。軸やボールジョイントで動きます。アグモンの手足はウォーグレーモンと共通なので、結構細かいところまでグリグリと動きます。さあ、それでは比較いきましょう。じゃん さっきパッケージの状態でお見せした9番超進化シリーズのウォーグレイモン。まあ、今回はこれアグモンなんだけど、一緒に並べるとこんな感じ。まず違いとしてプラスチックの色ですね。こっちはゴールドというか、あの懐かしの超進化シリーズカラーのイエローといった感じなんだけど、もうこれはもう本当にまさしく劇中のアグモンのような発色の良いイエロー。こっちは合金が使用されているだけあって、重たいですね。 さあ次。超進化シリーズ01。昔のやつですね。グレイモン。当時の直撃世代のちびっ子で、これで遊んでたよっていう人、結構いるんじゃないでしょうか。さあ次。日本国内では発売されなかったんだけど、デジモンセイバーズのアグモン。これはシャイングレイモンにワープ進化します。全部を一気に並べると、このようになります。これが今回の超進化魂。 わかりやすい大きさ比較。ロボット魂のガンダム。まあ、あ大体、頭頂部のところで同じぐらいですね。大きさ比較は、こんな感じ。さあ、お待たせ。ここからが今日のメイン。変形。それで行きましょう。アグノンワーシンカー今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ。7。まあ、あ僕の動画の中の変形合体ガングの中では割と高い方だよね。 そう。このおもちゃは、いわゆる側変形となっていて、結構各部がタイトです。じっくり説明していくんで、ゆっくり見ていてください。まずは、足。これ付け根がボールジョイントなんで、これを伸ばす。軸。そしたら、足首。これを、この時点でもう反転させます。硬いです。これを、こっちに持ってくる。で、この時のポイント、ここかなり硬いんで、しっかり、 こっちまで持ってきてください。反対側も同様。まっすぐにして、ここもまっすぐにする。こう。ウォーグレーモンの時はオレンジになります。そしたら爪。これを反転させる。そしたら、頭部。これを。 引っ張る上に引っ張ると軸で上に起き上がりますさあそしたら次このボディなんだけどここが側なんですよねここ注意してくださいピンが細いんで破損する可能性が高いです僕のやり方はまずはこの足のところこの隙間から上に持ち上げるこの時点で全部こう外そうとしないでください反対側も同様 そしたら最後に、ここと、ここが外れてないんですよね。これはどうやって外すかっていうと、この側、横の側をこっちに向けるんじゃなくて、この中の、この真ん中、これをずらすように、片側ずす。こうやって外します。そうすると、問題なく、この中が開きます。そしたら、このサイドの側を上に持ち上げます。ここもタイトです。回転させながら、 中のボールジョイントを使って上に持ち上げる。こういう感じですね。さあ次は足。足を少し開きます。こ、ダイキャストパーツの擦れに気をつけてください。足を少しずつ開いて、この股間の部分、ここにクリアランスを作って、この側のパーツ、これを正面に持ってきます。 そしたら、側パーツを1段、それからここ、2段、そして3段、ここまで折りたたみます。さあ、そしたら、今度は足のすねアーマー。ここも変形がちょっとだけポイントがあります。付け根のボールジョイントを使って下に下ろす。アーマーを伸ばす。ここは硬いです。 で、このアーマーの裏にピンがあって、ここに受けがあるんですが、この時に、この軸は上下に稼働します。上、下。これが真ん中。ちょうど真ん中に来てるのを意識して、ロック。そうすると、ここに隙間ができません。反対側も同様。アーマーを伸ばして、例えば、こっち側は軸を上にしてみましょう。 上にした状態でここを接続しようとするとお分かりいただけただろうか。これ隙間ができちゃうんですよね。こっち側は隙間がほとんどありません。まあこういったところがちょっと細かいですね。説明書には書いてありません。これが脚部の変形のコツ。さあそしたら次は上半身。僕の場合はこの時点で 頭部を回転させますそしたらこの頭部の中にボディが入っていますでこれ後ろから見るとここに分割線があってここにちょっと指を入れるとこのように割れ目が入ります僕の場合はこういうふうに割れ目を作ってからこういうふうに爪を軽く入れてあげると綺麗に分かれます前回まで開ける必要はないですこのまま 中のフレームこれを使ってこっちに持ってくるとで最後に押し込むとロックがかかります背面ここには可動軸がたくさんあるんでこれゆっくりやりましょうまずはここなんですけどももともとさっきくっついていた時はこういう風になってたわけですねこれ移動しますこういう風に少しずつずらして完全に こっちまで持ってきます。ここが最初のポイント。そしたら今度はここ。これは付け根がボールジョイントなんだけど、ここ自体は軸になっていて、この頭部を、今見えますかね。このように曲げ切ります。反対側も同様。こう。腕を下ろして、この軸、これを下に 下ろしながらこっちに持ってくるわけです。今動かしていたのはここら辺なんだけど今度はこここれがクランク状に移動してここにあるものが最終的にここに来ますこれは肩のアーマーを押さえながらこのようにこっちに持ってくるとで腕がこういろいろね動いちゃうんでこう位置を整えながら最終的に ここにロックするわけ。せーの。これで OK。そしたら形を整えます。まずは、この後ろの側。これをここに持ってきて、次はここ。これを使って、固定位置ら辺まで持ってくるわけですね。こんな感じ。さあ次は腕。このクロームのパーツ。これを、 こう展開するんだけど、この時にこの白い爪、これもワンクリック上に上がります。ちょっと見ててください。これね、忘れないようにしてください。あの、アグモに戻した時に、ここが一段上がってるんじゃなくて、下がってるのが正しい状態。そしたら、ここ。これも引っ張ると、伸びます。そしたら、ーマー これを上に起こして、これもポイントなんだけど、アグモンの時は、この軸が、この切り欠けがあるところ、これが定位置だったんだけど、今斜めになってますよね。これを、このように腕を稼働させて、こう上に持ってくる。これで片腕の変形完了。反対側も同様。 肩の関節を動かすために、一度肩アーマーを上に起こして、ここ。今見えたかなこれ。さあ、そしたら最後は頭部。まずは、この角。横。これを展開した後に、首の関節。そして、頭部を上に起こせば、完成 ウォーグレイモンーご覧ください。見事に変形しましたね。正面から見ると、こんな感じ。もうまさしく、本当にあの、ウォーグレイモンですよ。各部のアーマーや、あとはクロームのパーツ。こういったところが、たくさん出てきます。横から見てもいいですね。そして、後ろ。 当時の超進化シリーズを遊んでいた方ならもうよくわかっていることだと思うんだけど、このシリーズはいわゆる後ろから見てはいけないなんて呼ばれてるんですよね。背面に思いっきりアグモンの顔があります。でも僕はこれもまた味があって、これぞ超進化シリーズだよって思います。だから後ろからの見栄えは悪いと。だけど正面から見た時はちゃんと見栄えのするキャラクターになってるよっていうのが一つの売りなんです。 実際に手に持つとこんな感じ。あの、ダイキャストパーツが使用されていて、本当にずしっとしています。これいい重さですね。ダイキャストパーツもたくさんあって、まずはここ。あとはこのフロントアーマー。この胸部のパーツとか、あと頭部もそうですね。これにより重量感、それからね、全体のバランス。これがウォーグレモンの時も大変良いです。近くでじっくり見ていきましょう。まずはこの顔。 もうこれ文句ないですね。このシリーズに携わるスタッフのもう本当に愛情というか熱意というか、細かい部分までただならぬこだわりを感じます。左右。上下。問題なく動きます。次は上半身。ここも綺麗ですね。鮮やかなシルバーです。あとはレッドの部分はメタリックカラーになっていて、このシボ加工された柔らかな プラスチックの部分と、この光沢感のあるメタリックな感じ。これがね、あってね、良いアクセントになっています。腕の可動範囲。さっき変形でお見せしたように、この軸の部分で少し動くのと、肩はボールジョイント。それから肘。ここに関節があるのと、あとはこの肩の付け根ですね。ここの部分。ここを使ってロールさせることができて、手首の部分はボールジョイント。 爪の部分はメッキ。これは材質は合金とかではないんですけども、質感がとってもいいです。腕の可動範囲は総じて大変広いです。続いては下半身。造形はこのようになっていて、足はかなり動きますね。上。で、膝。まあ、膝はだいたい90度ぐらいかな。こういう風に左右に振ることもできます。外に開脚させたり、モロールさせたり。 足の付け根にはボールジョイントがあって、下半身も可動範囲が大変広いです。アクション腕や足、大きく開くとこんな感じ。うーん、いいですね。こんな感じで劇中のような迫力のあるポーズを取らせることができます。次は、わかりやすい大きさ比較。ロボット魂のガンダム。100分の1スケール、マスターグレードガンダム。 この2体のだいたい中間ぐらいですね。15.5センチ。さあ、そして最後は比較。当時品、超進化シリーズの、ウォーグレイモン。全体的にかなりブラッシュアップされたのがよくわかりますね。大きさや、パッと見た時のシルエットなど、だいたい同じような感じに見えるんだけど、今回の超進化魂し、すごいなって思いました。 まあでも僕はこっちも思い入れがあって、やっぱこれは好きですね。次。メタルグレイモン。一緒に並べるとこんな感じ。このメタルグレイモンもよくできてるんですよね。さあそして最後は、シャイングレイモン。これの超進化魂、僕個人的にすごい期待してます。いつかこの辺も出るのかな4体、全部を一緒に並べるとこのようになります。 いやー、最高です。というわけで今回のバンダイ、デジモンアドベンチャー、超進化魂の01、ウォーグレーモンのレビュー、いかがだったでしょうかまず、いやー、バンダイ、ありがとう。まさかね、あの超進化シリーズ、僕今まで結構いろいろレビューやってきたけど、これがまさか今リメイクされるとは、本当に夢にも思いませんでした。直撃世代のちびっ子だったそこの君、 これはね、ぜひ、そんな君のためにある玩具だと思うんだよね。ぜひ、昔を懐かしみながら、手に取って変形させてみてください。あ、そうそうそう、そう。この変形パターンなんだけど、かなり癖があって、これは、良くも悪くも、あの、バンダイの可変といって感じ。変形の爽快感よりは、両形態のスタイル、プロポーション。あとは、ウォーグレーモンの可動なんかね。その辺を重視しています。なので、一部、硬いなぁと感じるところとかがあったり、各部のピン。 この辺が大変細くて折れそうになったりするところもあったりします。まあ、今回僕がお見せした変形工程で、まあ、両形態を変形させることができます。コツを掴んじゃえばそんなに変形は難しくないんで、ゆっくり変形パターン覚えてください。なんかね、えっ、ー、と、僕知らなかったんだけど、私有モニターキャンペーンみたいのがあったらしいんだけど、<laughs> 僕全然そういうのわかんなくて、ごくごく普通に店頭で買いました。価格は5100円だったかな 僕は価格に十分見合ったアイテムだと思います。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。懐かしい気持ちになった。俺はこのおもちゃ気に入ったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとどんなコツでも結構です。おー、オタファー。これ、俺も欲しいんだよね、とか。あー、オタファー僕買ったよー、とか。今回の01の続きの、メタルガルルモンとか、他のキャラクターも気になるね、とか。 他にもどんなコツでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたこでした。またねー。